さん、こんにちは。フォークシンガーとして活躍し、幅広い年齢層から人気のある松山千春さん。そんな松山千春さんは現在激痩せし、病気なのではという声が多く上がっていました。果たして真相はどうなのでしょうか。プライベートではあの人気歌手である中島みゆきさんと熱愛を噂されていましたが、結婚まではいかず破局してしまったようです。また松山千春さんには引退間近の噂や逮捕されたという噂がありました。そこで今回は松山千春さんの激痩せや病気の正体や中島みゆきさんとの本当の破局理由、そして引退間近の噂や逮捕の真相についてご紹介していきます。まずは松山千春さんについてご紹介します。松山千春さんは1955年12月16日生まれで、北海道足寄郡足寄町出身です。家族は両親と姉、弟の3人兄弟ですが、本当は5人兄弟で、一番上の姉が早生、兄も3歳の時に肺炎で亡くなっています。生後間もなく股関節脱臼と診断され、生まれてから半年間にわたって北海道大学附属病院に入院していました。この入院費のために父親は借金をしていたそうですが、父親が創刊していた区刊誌十勝新聞が町長の不正を取り上げたことによって裁判沙汰に発展したことで、町長からの圧力で購読者数が激減しており、もともと家計は苦しかったといいます。それに加えて借金をしてしまったため、家庭は経済的に困窮していました。松山千春さんがフォークソングに出会ったのは小学5年生の時でした。音楽好きだった姉の影響で海外アーティストの曲も聴くようになり、その後地元にフォークの神様と呼ばれるミュージシャン岡林信康が訪れて弾き語りコンサートを開催したことで、本格的にフォークソングに傾倒するようになったといいます。音楽の道に進みたいと考える松山千春さんでしたが、生後すぐの入院費捻出のための借金により家計が逼迫しており、高校時代に首席となるほど優秀な成績だったにもかかわらず、家計を支えるために大学進学を諦めて高卒で働くことを決意しました。松山千春さんは高校卒業後、北海道北見市で叔父が経営する小料理屋を手伝いながらクラブのバーテンとして働き始めます。働きながらも音楽の道を諦めることはなく、仕事の合間に作詞作曲に挑戦し、1975年にフォーク音楽祭に応募しましたが落選してしまいました。しかし後に松山千春さんの恩師と呼ぶ、 S テレビラジオの武田健二ディレクターに見出されて、同局のサンデージャンボスペシャル内の15分コーナー千春の一人歌でメディアデビューを果たしました。この後松山千春さんは瞬く間に話題となり、ついには1977年1月25日に旅立ちでレコードデビューを果たしています。しかし同年に恩人である武田健二さんが急性心不全で急逝。この突然の出来事に松山千春さんは一時失意に陥ったそうです。同年に個人事務所としてオフィスパンタが設立、松山千春さんをバックアップすることになり、オールナイト日本の水曜2部のパーソナリティに起用されました。これによって松山千春さんの知名度と人気は全国区になりました。そして翌年の1978年に発売したシングル季節の中でが大ヒットしたことで、さらに知名度を上げました。その後も大空と大地の中で、長い夜、君を忘れないなどヒット曲を連発、トップアーティストの仲間入りを果たしました。そんな松山千春さんの人気絶頂期には、大御所中の大御所歌手である中島みゆきさんと交際の噂もあったようです。中島みゆきさんも松山千春さんと同じ北海道のよしみもあって、二人は付き合っていると週刊誌でも騒がれ、後に破局したと記事になりましたが、真相は定かではありません。ですが松山千春さんは中島みゆきさんのことを今も先輩歌手としてリスペクトしているそうです。それでも男と女、才能ある二人ですから、前述したように真偽は定かではありませんが、
お互い惹かれ合うことが過去にはあったかもしれません。そんな噂の中で松山千春さんは一般女性と結婚し、一方で中島みゆきさんは今なお結婚せずにいます。同じ時代を生きたお二人は歌手道を極め、良き戦友同士になったのではないかと思われます。しかし一方で中島みゆきさんが松山千春さんに続婚で振られたという噂も出ています。その時の破局体験が中島みゆきさんの歌のベースにあるとも言われています。かなり親しくしていたお二人でしたが、タイミングを逃したのか結婚には至りませんでした。松山千春さんは1985年に金田貴子さんと結婚し、女の子を授かっています。結婚した金田貴子さんは姉さん女房で、献身的に松山千春さんを支えているようです。松山千春さんと中島みゆきさんは今では親友といった間柄ではないでしょうか。さて、松山千春さんは最近テレビで見ることが少なくなったように感じます。その理由として激痩せをしているとの噂があります。ステージを見た周りの人の反応は、ずいぶん痩せてお年を召されたな、音程が不安定だし高音はきつそう、何より声量がだいぶ落ちている、ベストな状態には見えない、体調が悪いんじゃないかといった声が上がっています。体調についてですが、松山千春さんはこれまでにも病を患ってきました。1991年には自律神経失調症を発症し、2008年の全国ツアーの滞在先では体調不良を訴えて緊急入院しました。その際は不安定狭心症と診断されていました。また2017年には自律神経失調症を再発し、さらに右足をくじいてしまって足の甲や指にしびれや痛みが起こる腓骨神経麻痺を患っています。そのためにしばらく足を引きずった状態でステージをこなしていました。その後糖尿病のためにインスリンを打ったところ低血糖になって救急搬送されています。このように松山千春さんは多くの病と戦っているために、今回の激痩せも過去の病が再発したのか、それとも新たな病が出てきたのかと言われているようです。過去の松山千春さんはかなり恰幅が良くてどっしりとした印象があったために、今回の激痩せは心配されています。テレビに出た際も激痩せが心配されていました。2018年に NHK のど自慢に出演した松山千春さん、以前よりも激痩せし歌唱力が落ちていたことから、視聴者から病気を疑われてしまうこととなりました。それに加えて当時は週刊誌でも病気の疑惑が書かれました。そして今回ののど自慢出演の裏でも体調不安がささやかれていたそうで、出演 OK がなかなか出ずギリギリまで交渉したそうです。最近松山さんがあまりにも痩せたのもあって大病を患っているんじゃないかという話も出ていますと芸能関係者は明かしています。松山千春さんは姉と弟がいましたが、いずれも亡くなっています。姉は1998年に、弟は2021年に他界し、死因は癌だったそう。そのことから松山千春さんと癌が結びついてしまっているのかもしれません。松山千春さんはもともと病気がちで苦しめられてきたようですが、現在癌や透析などの大病は患っていないようです。そんな松山千春さんですが、実は逮捕されてもおかしくないようなある疑惑が上がっていました。激戦が繰り広げられている参院選長野選挙区で、歌手の松山千春さんによる自民党公認候補松山三四郎さんの選挙応援をめぐり公選法違反の疑いがあることが分かったのです。松山三四郎さんが立候補している長野選挙区は全国有数の激戦区です。問題のシーンは参院選公示日の6月22日、松山千春さんが自ら弟のような存在と語る松山三四郎さんの応援のために冬季五輪の会場にもなった長野市のビッグハット前に現れた際のことでした。松山千春さんは長野のことを思うなら三四郎などと熱弁を振るい、
おもむろに歌い出したのです。時間にして約40秒、自身が作詞作曲した代表曲「大空と大地の中で」のあまりに有名な一節を歌いました。口ずさむ聴衆の声が重なって合唱のようになり、松山千春さんが歌い上げると万代の拍手と喝采が響きました。その後、松本駅前の街頭演説でも松山千春さんは同じ歌を熱唱しています。しかしこれは法的に問題のある行為だと言います。元東京地検特捜部検事の若狭勝弁護士が語りました。プロの歌は本来優勝で提供されます。それを候補者を当選させる目的で有権者にサービスとして無償提供していれば、公選法第221条で規定された買収及び利害誘導罪に該当する可能性があります。3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金が規定されています。歌手が独断でやったのであれば歌手が処罰対象ですが、2回続けてということであれば候補者との共謀性が生じる可能性がある。松山三四郎さん陣営に質問状を送ると、選挙事務所から書面で松山千春さんが応援演説の中で歌唱したことは事実です。候補者本人や選挙事務所スタッフが歌唱していただきたいと依頼したことは一切ございません。公選法違反にあたる可能性があることは重々承知しております。今後有権者の皆様やマスコミの方々の不信感を招くような活動行動については厳に慎み、残り2週間の選挙活動を言っていこうと考えておりますとの回答がありました。選挙事務所が松山千春さんに頼んだわけではないことと話していることから、これが本当ならば処罰の対象は松山千春さんになってしまいます。結局逮捕はされていないようですが、ご自身の持っている才能と力には気をつけてほしいと思います。さて、そんな松山千春さんには引退間近の噂も耳にします。しかし2023年4月7日には千葉県の松戸森のホール21で春の全国ツアーをスタートさせました。全国23都市24公演を予定している今回のツアー、松戸での公演は30年ぶりで、当時は37歳だったが、まさかこんな姿形になって戻ってくるとは思わなかったと思うけどとジョーク交じりに語ると、次は20年後ぐらいかな、その時はもう87になっているけど、ここまで来たらやめるわけにもいかないからな、死ぬまで歌を作って歌っていきたいと意気込みました。この言葉からもまだ引退はされず、これからも歌手として活躍されるのだと思われます。そんな松山千春さんは2023年の17日に東京国際フォーラムで行われた20都市をめぐる全国ツアーの東京公演で紅白歌合戦に関して放った言葉が話題を呼んでいました。松山千春さんはコンサート終盤に、この公演の数日前に発表された紅白歌合戦に出場するアーティストについて、3分の2は知らないぞ、カタカナとかそれはそれでいいんだよなと語り、毎年言ってるけど俺は紅白出るために歌を始めたんじゃない、紅白に出たかったんですって出場できるやつはそれでよかったんじゃないかと、他人は関係ないということを話しながら、俺は NHK ホールよりもこのステージだ、今さら紅白に出たら今まで俺を応援してくれたみんなを裏切ってしまうことになる、俺は正月は北海道にいたい、あんな NHK ごときにここに立てだとか、あの曲を歌えとか、てめえらにガタガタ指図されるような歌手じゃないんだよなと千春節を炸裂させファンを沸かせていました。年齢を重ね70歳も近くなりましたが、今でも松山千春さんらしく自身の信じるように歌う姿がファンからこれからも支持され続けることでしょう。いかがでしたか。今回は松山千春さんの激痩せや病気の正体や中島みゆきさんとの本当の破局理由、そして引退間近の噂や逮捕の真相についてご紹介しました。大空と大地の中で、長い夜君を忘れないなど、
数十年前に発表したにもかかわらず、現在まで聴かれ続けている松山千春さんの楽曲たち。松山千春さんにはこれからもこのように何十年も残り続けるような曲を、素晴らしい歌声とともに作り続けてほしいですね。松山千春さんにはこれからもお体に気をつけて長く活躍されてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。